卵6個用意します。黄身と白身に分けます。黄身は小さいボウルに入れます。白身は大きいボウルに入れます。黄身を混ぜます。砂糖を 300g 量ります。黄身のボウルに砂糖 70g くらい入れて混ぜます。サラダ油を大さじ3入れます。牛乳を大さじ3入れます。はちみつを大さじ3入れます。白身を泡立てます。泡立ての途中でオーブンの180度の余熱を入れます。残りの砂糖を2回に分けて混ぜます。泡立てがこのくらいになったら、重たくなりツヤが出るまで手で混ぜます。白身に混ぜます。黄身の液が沈まないように入れます。強力粉 200g 量ります。ふるいにかけます。分けてゴムベラで混ぜます。3分の1を小さいボウルに分けます。
ココアの粉を小さいボウルの方に適量入れます。ゴムベラで混ぜます。クリーム色の液を適量入れます。ココア液を適量入れるを繰り返します。ゴムベラでかき混ぜます。空気を抜きます。180度で55分焼きます。焼き上がりました。熱いので手を水で濡らします。濡れ布巾を十字に敷き、表面を下にします。濡れ布巾で包んで冷まします。念のためラップは乾燥しないようにかけます。パン切りナイフが切れなくなったら、その都度拭き取ります。
ノーマルカステラとマーブルカステラ出来上がりです。ご視聴ありがとうございました。